危険運転致死傷罪の在り方を検討する自民党のプロジェクトチームが岸田総理に罰則の見直しなどを盛り込んだ提言を提出しました。危険運転致死傷罪をめぐっては、明らかに悪質・危険な運転であっても危険運転致死傷罪による処罰がされていないとして自民党のプロジェクトチームが検討を重ねていました。チームは国民の納得を得られるような処罰を可能とするよう法改正を含めて検討すべきなどとする提言をまとめ、昨日岸田総理に申し入れました。大分ではおととし2月、時速194キロで走行していた車が右折しようとした乗用車に衝突し、会社員の50歳の男性が死亡する事故がありました。大分地検は当初、運転していた当時19歳の男を過失運転致死罪で起訴したものの、その後危険運転致死に切り替えています。岸田総理は提言を受け、しっかりと受け止め、法務省で直ちに検討を開始させたいとコメントしています。